ま、コンピューターシステムってハードウェアとソフトウェアからなってるって事をあのお作成生にご存知だと思うんです。けれどもでだいたいイメージ的にはこういう風うに思ってるんじゃないかと思います。ハードウェアがあってソフトウェアが。あるでまあ確かにそうなんですけども、実際はよく見ると実はこういう風うになっています。ハードウェアの上に実はオペレーティングシステムっていうものがあってで、その上にえっとえアプリケーションっていう。 そのソフトウェアがあるとこのえっとアプリケーションと OS が合わせてソフトウェアになっていてで通常私どもが使うソフトウェア皆さんも私も使う多くのソフトウェアっていうのは通常はここののアプリケーションのところを使っています普段マウスとかで操作するレベルのあのプログラムは実はえっと OS から見るとアプリケーション層に実は位置していてえあの n d o w s システムみたいなああいうえっとユーザーがアプリケーションを動かす環境を提供するような えアプリケーションに近い OS のことをオペレーションシステムのみたいな機能のことをシステムソフトウェアって呼んで,で実はそのですからこの辺にシステムソフトウェアっていうレイヤーがあってでその下に実はえっと OS のえまあ通称 OS カーネルっていうふうに言うんですけれどもあのその下にさらに OS カーネルっていうものが隠れているというかえーハードウェアとその アプリケーションへのソフトウェアの間に介在していろいろな管理をしてくれています。ハードウェアの上にどうしてそのパワーポイントとかエクセルが載ってはいけないのか、えー、ここの人たちは何をしてるかっていうことを,、えー、をあの疑問に思うと思うんですけれどもまずどうしてそういう必要性があるかっていうとハードウェアの上にこの上に例えばパワ、えーポイントだとかエクセルとかが、まあ、直接載るとですねそうするとこのハードウェア の私どもの用語で資源っていう英語で言うとリソースですけれども資源っていうんですけれどもハードウェアををどうううやってこれをこう使うかっていう奪い合いい奪合みたいな現象が生じますハードウェアの中にはこの中には CPU って計算するチップがありメモリーがありそれからハードディスクがあったりしますけれどもで OS がやってることはここの直接にそのハードウェアを触らせると見せると。 競、えー、怖が起きてしまうっていうかこの資源のうまい配分がうまくいかないので、えー、この上怖い間に OS っていうソフトウェアが入ってあげてそれでハードウェアを使わせるっていうことをやりますでこれは実はあの日常的に私どもが暮らしている社会でもよく見られることで。 あの非常にもうちまた至るところに見られるんですけれどもえ例えば皆さんがよく使うえレストランとか喫茶店があるとしてでレストランとか喫茶店はえと中にえ例えばコーヒーを作ったり料理を作ったりする厨房っていうのがあってでそこでいろんなお客様の料理を作ってるわけですよね。であれと非常によく似てるんですがであれで例えるて言うとはあの厨房の世界がまあハードウェアの世界ハードウェアリソースの世界です。 で,その上でいろんな料理を同時に作ったりしますでスタッフの方々のみがこのハードウェアをある約束に従って使っていると。で多重からお客さんが同時に来ても、えー、と破綻をきたすことなくそれは、えっとえー、スタッフ同士で取り決めが決まっていて、えー、ある限られたハードウェアリソースガスの ガスコンロのの数数ととかか、ね、お湯ポットの数とかです、ね、そういうのがこう決まりきっているわけですけどそれをスタッフ内で,でうまく連携が取れていてそれにこう奪い合いとかそういうのを起こすことなくうまく調停をして各お客様に分配をしているお客様がアプリケーションに相当しまとリソースの分配をうまくやって働いている黒子の人たちがたくさんいてうまく成り立っているわけですけどもその役割を実は OS がしています。料料理理ってて出出た時に素晴らししい料理が出るとして で,でも厨房から向こうは見えないですよね通常は。でぶ状がある種のブラックボックスになってて見えなくってそっからまあどうやってこの料理作ったのかと思うようなそういう料理がこう出てくるわけなんです、えっと基本的にその料,理とか料理人とか厨房っていうのは、えっと、レストランの場に出てこないのが一種の美であるっていうそういうものがあるんじゃないかと思うんですけれども。であの えー、OS もですね、あのー、ここの世界は基本的にはできる限り外に見せないというのがあのー、えっと OS 関連の一種の美学というか見えるものっていうのはあの OS としてよくできてないんですね。機能的にも美学的にもえっと OS が外に見えてはいけなくって、まあどういうことかというと例えば例えばですね、あのこんなこともあるかと思います。プログラミングを書いているときに OS があるってことをおそらく意識しないで書いていると思います。 その存在を隠した状態で、えーまあ、かなり難しい仕事を姿を隠したままで外に提供するということをやっていて、まあ、これもまた私のですね美学的にですねあのなかなか素晴らしいなというふうに思うところでインフラっていう言葉がありますけどねあの社会インフラっていう言い方をしますけれどもインフラは大体そうなんですよね。あの電気水道ガス で私ども普段あの知らずに使ってますけれども、えー、私どもがひねるだけで出てでちゃんと課金もされてっていうふうにそれをつつがなくしかも全,あの全日本全世界でそれをやるっていうのは大変なことだと思うんですが、まあ、インフラっていうのは大体そういうような、えー、非常にあの黒子でものすごい苦労してるんでありながら人々はとても簡単に使うっていうのはありますけども OS はだからコンピューターシステムに使える、まあ、そういう意味でのインフラであってでそういうことに あの喜びを生み出すような、えー、あの、まあ、人たちって言っていいかわかりませんけれども。あの文化を持った、えー、世界でできていると、まあ、そういうことでございます。僕らの場合は、物を買うときにコンピューターがないわけですね。コンピューターもの、なるものがあるらしい。 電子検査機とか呼ばれてるものがあって電子頭脳とか呼ばれてるものがあってそれは、えー、と写真とかニュースフィルムだとかウルトラマンウルトラセブンみたいな番組だとかあの中で架空に仮想的に出て架空に出てくるものでコンピューターなるものに私も含めて社会の人も含めてある種の神秘性を持ってたんですよ。 ファミコンが出たのは僕が大学2年か3年生の頃で、えー、要するに大学に入った時っていうのはコンピューターが全く触ったことがないような状態でその時に、えっと、大学報学で1年生で授業を教えてくださった先生がたまたまオペレーテティングシステムの先生だったんですねあのその先生の授業を聞いて、えっと、要するにある種のなんかこう可能性っていうか 極端な言いい方すすると無限の可能性というかですねあの例えば割り込み処理みたいなそういうことをしながら全く別の計算を相手に挟みながらしていくっていうことが、えー、やっていくとああそれをやる,やるとすると CPU のものすごいスピードのパワーを使っていろんなことが同時にできていろんな機器を同時に使ってまるでこう世界を操ってるようなことができるんだなっていうようなことをなんか直感的に感じ取って、えー、まあこの分野にえー、っと、えー、まああたから思えば進むような。 きっかけというか刷り込みというか、コンピューターが私のもの世代だと面白いと思ったのは、あの自分以外に自分の言う通りになるものを初めて得たっていう感覚ですかね。そのえっと動き出すものを自分の外にこう作り出すっていうことがすごくえっとまあ、素晴らしく、それが見えて。 僕は変わった少年だったのかもしれませんけど例えばプリンターに命令を送ってプリンターにこう印字するとかですねだから磁気テープの使い方を覚えて動いていると意味とそれを見てるだけでうっとりしながらプロッターを使って絵を描いてそれを見てるだけでうっとりとしながらですねああこうやってあのこう言われた人間の言われた通りにこうするで今ね。ま,あ、ロ今までうロボットなのかもしれませんけどねあのこういうい人が作っ ものでこうえー、生命があるわけでもないのにこう自律的に動いてるものがあるっていうそういうそれを自分が作り出せるっていうそれにものすごいこうしびれるような興味を覚えましたね若い時機械の命令の集まりで作られた OS なるソフトウェアがやってることは、えー、実際はそのお釈迦様の手のひら 例えなんですけど、みたいなところがあります。アプリケーションプログラムとかっていうのは、あの os の存在を知らずにあの動いているんですけれども、os のキーワードの一つに仮想化っていう技術がありまして、仮想的に世界を作り出すことができるんですね。仮想的に世界を作り出して例えばですね。cpu が1個しかないにもかかわらず、cpu がいくつもあるかのように見せることができます。それから、メモリーがあるあの容量しかないのに、それが10倍も100倍もあるかのように見せることができます。 で要するに世界を作ることができてでお釈迦様がおそらくやってることは世界は操るということの例えなんですねでそ,のその中で動く孫悟空みたいなものっていうのは、えっと、お釈迦様の手の上,上で動く一つのものでしかないっていうことなんですけどもでその OS をその作ったや操るっていうことはあの、まあ、お釈迦様になったかのような気持ちで世界をと世界を デザインしたり想像することができるのでお釈迦様の手のひらを作ることができるんだっていうことを若い18の時に何かえ自分であのえっと悟ったというか気が付いてですねそういうことに聞かれてもうこの道に入る一つ理由の一つになったっていうこともありました。で今でもある意味そう思ってるかもしれませんけど大学って僕天国だと思いましたよ。中学高校まではなんか 与大学でて天国ではないっていう意味はあの自分の好きなことをいくらでも学ぶことができてでもちろんあの得意でない好きでない科目も場合によっては取らなきゃいけないこともあるかもしれないけれどもその割合は中学校に行くよっては断然低くって基本的に自分の僕は情報、まあ幸いだったかもしれませんけれどもあの、まあ、数学か情報かと思って情報に入ってみたら情報が楽しやってみたら非常に かれるものがあったとでそれをしかもずっとなんか深くいくらでもやることができてでまあ本当に天国みたいなところだなっていうふうに思いました。で僕自身は実はそのコンピューターにあまりにどっぷりこれまで使ってるのであのコンピューターだらけになるせかあの生活がそれほど好きなんではないんですね。あのえっと、僕はは本当は実はそう見えない かもしれれないんですけれどもあのもっと自然と調和的にあの暮らせたらいいなと思ってますし普通の恐らく人よりは長時間僕は30年間コンピューターをいじっちゃってるんですけどもそういう意味で考え30年間こう経ってみてですね逆になんかこう自然が持つあの素晴らしさっていうか凄みっていうかを逆に最近あの割とひしひしと感じるようになっていてあと最近こう写真とかを写しながらあの自然がいかに素晴らしいかっていうのを最近改めて 実は感じているんですけど自然の作る造形美っていうのはです、ね、あの例えば花一つ葉っぱ一枚写してもですねどうしてこんなに自然っていうのはあの素晴らしいビューティフルなものを作るのか。 まあそういうところから何かあのインスピレーションというかですね,いうかですねそういうものをあの感じながらえまあこれまではコンピューター系の研究をしてきましたけれどもまあこの先もですねなんかそういうところからあのえっとインスピレーションも受けながらあのまあどういう姿になるか分かりませんが自然と調和する IT みたいなものが自然を征服する IT ではなくて。 自然と共存しててあの自然にできるような IT の方向性になったらいいなっていうふうに個人的には思っているんですけど。